さあ画面は遠心力 VS ジェフリーチーム。さあ先出し健太郎、さあハトヤンのジェフリーが健太郎に対して挑んでいきます。さあステージはジェフリーが選んで壁なりのハイフェンス。さあ、投げが決まってトーキックは投げられていく。さあ、踏みつけ。さあ、レフェリーが、さあ、壁を切られたが津波で、さあ、カウンターで壁コンボが入る。さあ、お気に入りをすかされて、まずは健太郎が一本。さあ、遠目の前からトーキック送っていきますか。さあ、投げ抜けてる。さあ、追い詰めたのはジェフリー。さあ、我慢から投げを決めていく。さあ投げられて、さあヘルスタンプが入る。投げられて健太郎が2本。さあ先にリーチをかけたのは健太郎。さあアイリンの細かい攻めにちょっと圧倒されてるか。さあバックダッシュエフから、さあ投げが決まって 3-0 ストレート。まずは遠心力は取り抜き。さあデフリーチーム2人目、さあ2人目はラスタマンではありません。ラスタマンではありませんよ、デブリーは。さあマグナム、さあハイフェンス、シティステージです。さあ開幕爆発エフから、さあ追い詰められてる。さあボックスから投げ、さあヘルスタップ、おっと K が入ってコンボでマグナム先生。さあ鉄板をすかされて、さあ先ほどもここから逆転できたが投げが決まって健太郎が取り返す 1-1。 さあヘルサッパー空を切ったわ。さあ下段が入る。さあまた下段を透かして壁コンボが入る。さあ壁が絡んで、しかしここで隠れ返していく。さあ大きい暴れが見えたが
太郎が抑えて先にいいと思った。さあ壁に追い込まれて、張り付いた。しかしコンボは安かったか。さあ壁を向かして壁コンボが投げが入る。さあどうなる。さあしかし入らない。さあ健太郎が2人に。さあ3枚目のカード、ジェフリーチーム誰を切っていくか。さあここで座ったのは、セルフマンですね。3人目はセルフマン。さあハーフェンス、さあキャッチ上げ、ケンタロウは勢いがまだある。大時の勢いを止められるか、セルフマン。さあバコバコ殴って、さあ追い詰まれ、さあ起き暴れは避けられていた。ケンタロウが一本選手。さあ高いところ浮いていく。さあボディブロー入って、さあフィンチ、セルフマンが一歩取り返す。さあ潜って潜って投げ、さあエリンチーム声が出てきた。さあ投げが決まる。さあ押し込まれて、ケンタロウが3人抜きリーチ。さあくるっと回ってキャッチ、潜って潜って経過、アベコンボ入る。お、壁が入る。壁コンボでかくいける。おーっと今度入った、 PK 高田が入らず PK が入る。さあファイナルラウンドどうなる。投げが決まって、あーっと3人抜き、ケンタロウ勢いあります。
さあジェフリーチーム副将4人目はこの男チビ太郎が座ってます。さあチビ太郎春から東京に上京してきました。さあケンタロウ止められるか。さあ爆破成功。どう戦うか、チビ太郎。さあ、ケンタロウの勢いは止まらないか。先に一本取ったのはケンタロウ。さあ、側面投げ抜け。さあ、膝が入る。さあ投げが決まっていく。さあ膝で打ち落としたが一本取り返す。さあ投げ決まる。チビ太郎持ってきた。さあ投げが決まってチビ太郎ペース下段投げ。さあ真ん中戦います。さあ投げ下に PK チビ太郎が荒ぶってます。さあ津波が入る。さあチビ太郎ペース。さあ前出しからの投げ、強気の投げ。今回最年少武将がこれやったからだ。強気のチビ太郎がケンタロウの勢いを止めました。3人抜きのケンタロウを止めて残るは4枚。さあ2枚目のカード遠心力。2枚目のカードは遠ピン。チビ太郎がまずは1本。 1, 2, 3, go!
ター投げていく。さあ追い詰めたのはチェンタロー。さあバックラッシュ、ほから食べコンボ。さあ押し切る。さあ気合入ってます、チェンタロー。さあ投げが決まる。ダブルアッパーからコンボ、しっかり決めていく。側面からチビ太郎サンゼロストレート。さあチビ太郎が乗ってきました。追いつけるか。さあ遠心力3人目はさあキューナ。さあ、キヨナが勢いづいてきた慎太郎をどう止めるか。ステージはハーフェンス。さあでかいの入った。はい、2番筐体は棒1で現役旅団の勝利。はい、じゃあ続きまして2番筐体現役旅団 VS F5 アタック。2番筐体 F5 アタックと現役旅団やってください。さあ試合はチビ太郎が優勢。さあ投げていく。エッコー。さあさあ投げが決まる。さあしゃがんでからの K を返していく。さあ両側を前へバックダッシュ A4。 さあ飛んでもう一回飛んじゃった。さあチビ太郎。さあバックダッシュからのロー。さあチビ太郎またサンゼロストレートで3人抜きで、ここで追いつくジェフリーチーム。はい、後半チームでまだエントリーが済んでないチーム、花上 VS 蓬莱、2ストライク劇中華2番バトルコア、こちらのチームはエントリーの方を決めておいてください。お願いします。後半チームでまだエントリーが進んでないチーム、花上 VS 蓬莱、キーストライク劇中華2番バトルコア、さあ遠心力4人目はシシャモ。さあ追いつかれた遠心力、チビ太郎の猛攻をしのげるか。
さあまずはシシャモが1本エクセレント。さあシシャモを攻めていきます。ノージェイだ。さあ、シャモ2本を取って、チーム太郎さあ、どう切り返していく。さあ、側面投げてけ。さあ、判定が小さくて当たらない。さあ、下がってからのミドル。さあ、取り返す。さあ、チビ太郎追い詰めた。投げが決まる。さあ、壁から絡まない。回り込まれて、さあ壁が入った。よし、切ってしまってシャモが確定を返していく。さあチビ太郎ここでストップ。はい、市役所工事さん、カードの届け物があります。市役所工事さん、カードの届け物があります。はい、さあジェフリーチーム大将踊り場ジャッキー、遠心力は副将のシャモ毎日が控えております。さあ踊り場どう出る。さあ第一ラウンド、背中から崩れた。さあ投げが決まる。さあ壁を絡めてダメージを取っていくシャモ。さあヘルニア2回目。さあっとここはシャモが勝負になって、アッパー入ってコンボ。で壁コンボに入っていく。さあ膝潜ってからの膝で決めた。踊り場の気合いの膝です。さあ二度下げからの K で確定を決めていく。出段だけ、さあカウンターでしたね、2発目。踊り場が先にリーチ。さあ打ち落とされて、おっとかがんでからのアッパーが入る。壁が絡んで残る。出し切って踊り場ジャッキー勝利。さあ大将戦まで来ました。さあ いきなりの大将戦。マイチ
怪獣同士の対決ですね。さあ開幕、さあ攻めていったウロジャッキー、投げが通る、もう一回投げ、さあアッパーが入って、さあウロジャッキー勢いがある、さあまずは踊り場が一本、ここで逆転、さあ確定を決めていく、壁が絡んだ、高くなる、ここで逆転、投げ、やっとこれは追い打ちを食らって毎日に追いつかれる、1-1、さあ潜って決めていく、投げが決まる、さあ踏んでいく、もう一回投げ、さあ津波を打って、さあ大一まで、さあ汚れもジャッキーリーチ、先にリーチをかけたのはジェフリーチーム、激しい殴り合い、投げが決まる、あーっと喧嘩振ってが決まって、ヨドリはジャッキー勝利。